皆さんこんにちは。えみこ芝村のワクワクチャンネルでーす。今日もえみちゃんは絶好調に上機嫌ですよ。ふわ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 、はい、ありがとうございますあの、えみこ社長、はい、あのここのところえみこ社長は個性を光らせるって、個性の時代だから個性を光らせるってことをおっしゃってくれてるんですけれども、はいはいはい、がそれって画を出すことにならないんですか？あー、まあね、まあ、確かにね、画を出しちゃう場合もあるんだよね、はい、だけどね、その時にね、個性を出すという時にね、何が一番必要かっていうと愛を出す、はい、個性を出す時に一緒に愛を持って出すと光るんだよ、個性が。だからその愛を出すってことなんだけど、なかなかその愛の出し方がわからないって人もいるんだ。はい。で、私もね、昔ね、本当にね、が強くなっちゃった時があったの。うん、でもその時に、うちの一人師匠に言われてね、愛を出さなきゃダメだよ、個性を光らせるために愛を出しなっていうふうに言われました、はい、それでちょうどね、はい、じいちゃんね、はい、今回あのうちの魅力塾ってやってるんだ、はい、で魅力塾の中で毎週あの幸せ磨きっていうのをやってるんだよ、はい、それで皆さんの中にその、テーマを投げかけて皆さんがいろんな気づいたことの回答を出してもらったりとかってやってるのね、はい、で今回それすごく大好評だったから、うん、ちょうどそのいろんな愛の出し方ある中で、はい、今回私がその愛の出し方の話、はい、ちょっとしてみたいと思うんですけど、はいね、はい、いいですか、はい、あの愛を、ね、出すっていうのはさ、はい、あのまあ、自分を愛して他人を愛するって言葉があるんだけど、はい、自分愛しながら愛おしいと思っててもなぜか周りの人と反感持っちゃったりトラブっちゃったりすることってあるじゃん、はい、でその時に一番必要なことってあるんだよ、はい、ポイントが引っ張りますね、はい、もうこれをやってるとだんだん愛出ちゃうからね、自然と。教えてください、早く。それは何々点を見つける。何ですか、何々点？はい、共通点です。質問です。はい、あの愛せないのに相手との共通点を探すって、まあだから愛せないからこそそこをまず共通点を見てみるのね、はい、うん、いいとこ探すってこともあるよ、はい、いいところ見つけるってことは最高にいいことなんだけど、はい、そんな気にもなれないよっていう場合があるんだよね。あります。あるよね、はい、でその時に例えばさ、はい、例えば、まあ、国もそうなのよ、はい、よく対立する国とかってあるじゃない、はい、あれってね、ここが違うとかあっちが違うとかいろんなこと言いながらね、はい、あんまり言いすぎるから、はい、違いを言いすぎるから対立になっちゃうんだよね。あ、うん、だから人もね、あの国も共通点を探すようにするようにすればいいと思うし、はい、まあ、人間関係なんか特に共通点探すことがいいわけ、はい、なぜかっていうとさ、私たちってさ共通するところいっぱいあるの。例えばさ、はい、女性はさイケメン好きじゃん。はあ、確かにイケメン好きだよ。はい、確かに、ね、で男性は女性が好きでしょ。はい、それから酸素を吸ってるよね。はい、で水分補給しないと死んじゃうよね。その通りです。あと一番すごいのはさ、褒められたらさめちゃくちゃ嬉しいよね、喜ぶじゃん、はい、嬉しい、これ一緒だよね。はい、それから大切なものをけなされるとさめちゃくちゃ気分悪いよね、頭にきちゃうじゃん。はい、これ一緒でしょ。はい、だからいろいろいっぱい探していくとさ、はい、あの夜寝るときは寝るし、はい、ね、お風呂にも入ったりするし、はい、とかそういうたわいのないことでもいいのよ、はい、一回探してみるといいんだよ、はい、あの人との共通点を、はい、そうするといっぱいそれが出てきたときにね、はい、なんかあんまり違ってるとこないなとかって感じてくるんだよ。確かに、これ宇宙的に私は見るとそういうふうに見えちゃう。新しい視点です。確かにその通りです、うん、そうそうね、はい、だって あんまり違うとこ探しすぎるから文句になっちゃうけど、それで共通点見るとあ一緒だなっていう風になってくると、そしてまあ私なんかもちょっと頑固だって昔言われたのね。うん、でも周りも頑固な人いたりするんだけど、あの人も学んでるなとかさ、私も頑固だからよくわかるなとか、なんかどんどんその探してるとさ愛おしくなってくるんだよ。あ、すごくなんか納得です。同類愛あわれむじゃないけど、はい、
なんか理解してくるんだよね。だから客観的にその人を見てあげられるようになってくる。それと同じものを持ってるよっていう、うん、そうするとね、思いやりが出てくるよね。すごくすごく納得です。でしょ、はい、なんか思いやり出てくるでしょ、はい、人って生きてるよなって、一生懸命頑張って生きてるよなとか、はい、はーって思っちゃって、はい、でそうするとなんか愛が出てきちゃって、はい、なんか許せちゃうんだよね、いろんなこと、はいはい、そうすると今あのネットでも叩かれたりとかいろんなこと言ってるよ、はい、日本なんかいいよって言いたい放題言えるからいいんだけど、でもあんまり言い過ぎちゃってぶつかり過ぎちゃって、うん、あのなんか戦い過ぎちゃってるじゃん、うんうん、意見の相違でぶつけてるんだよね、はいはい、だからそれ反対に共通点を探すゲームでもやったらさ、うん、面白いんじゃない。そうですね、うん、確かにその通りですね、うん、じゃあそうじゃないとね、あのね、違うよ違うよって意見が違う、全てが違うじゃないよ、私たち人間は大体一緒だよ。面白いですね、そんなこと言ってるけどイケメン好きでしょとかってそうそうそう、みんなそうだし、いろいろあるよね、共通点みんなそれぞれいっぱいあるよ、はい、うん、だからたくさん人がいるんだから、そういう目で見ると面白いんだよ、はい、それ反対にそれでさ、そうすると許せるし、あなんかいたわってあげたいなって気持ちになるんだよね、はい、でね、うちのね、あの塾生さんたちがこれを出してあげたら、みんなこんなのがあったよ、お互いの共通点を見ると許し合えて、なんか幸せな気持ちになった、はい、でそれからそんな風に人をと接していたら楽しくなった、はい、それから自分を褒めて、自分を愛して、自分との共通点を見る、どこを見ても愛でいっぱいですよねって気づいちゃったって、はい、それから自分との共通点を見るとね、はい、それと愛の出し方ってこういうことだったんだって気がついた人、それから大きく心が広がりましたって人もいました、はい、もうだって狭くなっちゃうのよ、はい、欠点ばっかり探し合うと、はい、それとかあのすごいのはね、新人さんとか来るんじゃない、はい、だ上の人がバカバカバカあのこうやりなさい、ああやりなさいって言ってさ、こう強制するじゃない、はい、そうじゃなくてなんかトイレあの大丈夫とか、うんうん、それからお茶飲んでいいよとか、いたわる気持ちになったっていうのよ。素晴らしいですね、うん、だからなんか何かをしてあげなきゃいけないとか、違いを直させようとするんではなくて、共通点を見た方が反対に相手を理解し合いながら楽しく仕事ができるんじゃないかな。はい、今すごくハッとしました。なんかすごくすごく激しく納得ですね、はい、だからあのうちのね、塾生さんいっぱいこう、ね、コメント来てたら、まあ、私もそれ見てるだけですごくほっこりした気持ちになっちゃったしね、だからそういう意味で今、ね、ネットで叩き合ってる人たちもね、これからね、いいとこさ、ね、あの共通点探す大会でもやったらいいんじゃないかと私思いますね多く見つけた方が勝ちなんですねそう、でそうするとこういう風にやってるとお互い愛で広がっていくからさ、心が広くなったとかっていうコメントも出てくるし、だから愛の広げ方って難しくないよ、ちょっとした見方を変えるだけで、はい、あの広がるんだよ愛って。わあ、ふわふわっとなりました。ふわふわしたでしょ、はい、ふわふわしたし、ああもうみんな一緒だよねって、はい、で反対にすごいのはさ、さらに違う部分ではいいところを見てあげればいいんだ今度、うん、そうすごい人だなってなって、ねえ、なんか許し合った他に尊敬もできちゃって、いい関係じゃない。自分がそういう目で見れることが最高に幸せだよね。はい、軽くなっちゃうしょ心が、はい、ということで今回はね、ね、皆さん、人とのね、違うところを探すんではなくて共通点を探すっていうことが愛を広げることになるよっていう話でした。はい、で魅力塾のねメンバーもね、楽しくこれ勉強しててね、本当に良かったっていう話でした、はい、まあ皆さんもぜひ魅力塾にも入ってみてくださいませ。実践で皆さんに身につくようなことをいっぱい勉強できますよ。はい、ヤラピクです。ありがとうございます。ふわふわ、ふわふわ、ふわふわ。